場の皆様、これより男子女子シングルス決勝戦が始まります。女子シングルス決勝戦は5校と決まります。神奈川県横浜商業高等学校佐藤夏実選手対愛知県杉山女学園高等学校久保瀬乃香選手の試合です。男子決勝戦は11コートを使います。静岡県清水国際高等学校
Thank you.